諸富義彦は、日本の官僚、通称三両事務次官、ナポレオン研究家、長野県出身。幼き頃は父、行作の転勤に伴い、東京府豊玉郡杉並尋常高等小学校、豊橋市立新川小学校、宇都宮市立西小学校と転校した。また、この頃から持病である、左中耳の根治手術を受け、当時顔の左半分に麻痺が残るなどし、以後の人生において苦労した。宇都宮中学校に入学するも、東京府立第6中学校へ転校。第1高等学校主席を経て、1941年12月末、東京帝国大学法学部卒業。総長、平賀譲の出生学徒への送別の辞を聞く。在学中に、公文合格、叔父で、商工参与官も務めた、今井武彦の縁で、商工省に入省した。同期には、赤沢昭一、原田明副社長、吉光久など、1942年1月、燃料局へ出向した。戦後、GHQ との通訳を務め、反トラスト法、反カルテルの理念に、従来からの重要産業統制法以来、カルテルを是とする日本の秩序との整合性に、苦労しながら、主に解説や翻訳を担当した。部下に後に、ミスターエネルギーと呼ばれた、生田豊明、1964年から、経済白書を執筆し、エコノミストで知られることになる、金森久夫らがいた。その後は、大阪府商工一課長、通産省官房調査課長などを経て、外務省に出向し、在フランス大使館一等書記官に着任した。他省からは、山本静彦、竹内道夫、稲村光一、クリス・ヒロオミらがいた。当時のフランス人のダンピング日本との偏見への対応に苦慮しつつも、官民協調の混合経済方式を勉強してきた。日本に戻り、通産省企業局企業一課長に就任。小永慶一、浜岡平一、末木雄太郎、内藤正久などが部下にいた。フランスで学んだ経験を引っ提げ、貿易や資本の自由化の前に企業に国際競争力をつけさせようと、後に、佐橋茂事務次官以下のスポンサーなき法案、特定産業振興臨時措置法の下地作りに取り掛かる。以後、鉱山局長時代の1967年10月に、石油開発公団設立。官房長、企業局長を経て、1971年、第3次、佐藤内閣時代に通産事務次官に就任。田中が通産大臣時代から部下であった豊島角らと共に、田中角栄、田中清春らと日本独自の資源獲得の意味合いから、インドネシアの石油利権獲得に動いたことでも知られている。1975年、電源開発総裁。私の履歴書史上にて、特ぶり法案、国際石油備蓄基地、キャンドゥ重水路のトンザが心残りであったことも合わせて語っている。資源派のドンと言われるゆえんである。また、ナポレオンの研究者としても知られ、在パリの伊吹進人から資料をわざわざ取り寄せるなど、書き上げた1812年の雪モスクワからの配送で、日本エッセイストクラブ賞受賞。他に、反ナポレオン公時代と人間など、また城山三郎原作の官僚たちの夏の巻のモデル。あだ名は官僚たちの夏で登場した西洋カミソリ、他にカミソリ諸住、良山など、女流歌人の今井邦子は叔母にあたる。出典、日本近現代人物履歴辞典及び官報、掲載人事異動事例 AB デジタル版日本人、明大辞典プラスハット、元通産次官の諸富義彦さん死去、官僚たちの夏に登場。朝日新聞。http://www.asahi.com SP Articles Ask 8P5XSK8Pulpha01 MHTML2017 年8月21日閲覧。聞き手大塚橋夫田中清春自伝諸富義彦1812年の雪モスクワからの配送、後書きの章、秋の叙勲勲3等以上及び、在外邦人、帰化邦人、在日外国人、外国人の受賞者、読売新聞1991年11月3日、朝刊。ありがとうございます。